まりのお決まりだったね。もうそろそろだろうと思ってゆっくり入れ、みんなこぼす、その3人でめっちゃなってるね。
こんくらいやろ。え？何を？あーにゃ、置いとっていい。長尾さんとこ行っちゃったの？今度。なんか、多田さんと話してた。あー。多田さんのそこまでは取っとくよ。へぇ。あ、マユコさん、そのスタンドバックバー、下ろしとって、そこに。これがね。うん。長尾さんのが、それで、ここ。2個、軽トラに乗せて、超重量。マジ?10?1 個で、ちょうどやろ？いや、だいぶオーバーする。2個やったら、あ、750キロは1個。そこ置いとっていいよ。1個半ぐらいじゃけど、長尾さん。ダンプで行くともったいなかった。そうね。帰ってこんしね。そうそう、帰ってこんしね。帰ってこんもんね。こんなことやる。日の目は帰ってきたって言ったら、やっぱ9時半。朝早かったらよかった。9時半ぐらい行けば、まあ、そういうこと。